はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回はスプリームルーラー2020の続きをプレイしていきたいと思います。で、前回ですね、このヘジュをようやく取ったので、ここを拠点にピョンヤンを攻撃する、3段でいきたいなと思うんですけども、まずはですね、空軍のユニットがだいぶすり減っているので、 F2A の多目的戦闘機、これを5機ほど生産ラインに載せました。で、その他この新しく取ったヘジュの方に、輸送拠点を構えて、あと補給拠点としてこのサプライデポですね、それを建設するというところを、裏で進めておきましたので、今回はその続きになります。で、このヘジュにはですね、今ご覧の通りサプライデポ、これ今建設中のものの他には、海軍基地と空軍基地があるので、ここをうまくね、利用していければいいかなというふうに思っています。なので空軍のユニットもですね、原則ここに移動させちゃいたいなと思ってます。展開済みのユニットですね。これを一部ヘジュに移動させていきましょう。偵察機を2機、あとは多目的の F2A、 これはすでに配備済みなのでこれで良しとしましょう。で、その他に関しては空母が到着するのを待って決めていきます。では時間を進めていきましょう。あとはミサイルだな。ミサイルの数が全体的に不足しているというのが分かったので、ミサイルを生産にもう少し乗せていきましょう。南方も欲しいんだよな。ここ本当に平壌の喉元ですよね。ここに拠点が欲しいんだけど、あとは傷ついた部隊はここで一旦、そうだね、戻してあげて直してあげる必要があるのかな。まあ、韓国軍は今ピョンヤンというよりかは対中国戦の方に躍起になっているので、今となってはもう我々がピョンヤンを攻めるしかないんですよね。で、ピョンヤンの戦力はそれなりにやっぱり充実はしているんで、早めに攻撃するんだったら攻撃を仕掛けていってあげたい。そのために戦力をちょっとここに集めていきましょうか。
さあちょっとずつこれで物を修復していきましょう。まずはこの戦車とかもね、消えてなくなるとそれはそれで痛いので、そうならないようにしておきたいんですよね。そうか、海上輸送にして拠点に戻す方が早いのかな。ちょっとそれともここに補給拠点を作ってそこで修復する方がいいのかな。ちょっと微妙な展開になってきましたね。どっちがいいんだろう。一旦ここで様子見しますか。で、輸送部隊は今揃ってはいるので、とりあえずここの守りを固めましょう。今ここにね、一大拠点を作ってますからね。ちなみに彼らを修理するとなるとどうなるんだろう。どっかに飛び立っていくのかな。なんか飛び立っていく感じはないですけどね。ここにただ陸軍の基地がないのは事実なんで、ここでね、修復ができないっていうのは多分あると思うんですよね。そうだな、どうしようかな。ここにやっぱ拠点を作る方が早そうな気がするな。とりあえず修理はしておいて、修理から戻ってくるのを待ちましょう。一つはで、国際連合からの申し出に関しては内容的には、お金7850円、これは出せないな。石油は欲しいけど今。どっかで戦闘が起きてるけど、それどこで戦闘が起きてるんだ。いやー、韓国軍と中国軍だな。これ韓国軍と中国軍本当に戦えるのかね。韓国軍は中国軍の圧倒的な戦力の前に、もうこうやって見てもね、中国軍は陸それと空からの支援両方得てますけど、韓国の方は飛行機飛ばせてないからな。ちょっと危ないよな。まあ北朝鮮としては中国が戦線に加わってくれたみたいなイメージなんでしょうね。ただそれに絶対に乗ってはいけない、乗ってはいけないぞっていうね。じゃあこちらもヘリ部隊を収容していく。ヘリ部隊をヒューアに乗せていきましょうか。いよいよね、自力で平壌を攻めなきゃいけなくなりそうなので、韓国が当てにならなくなったという以上がね。
さあ、外交の申し出、軍需物資、これはお金になるのでやっていきましょう。さて、そしたら、まずは陸軍のユニットを動かしていきますか。 J の73の部隊を海上輸送で兵種に入れていきましょう。で、一旦駆逐艦部隊も戻して、いや戻るのよ、戦うんじゃなくて戻ってミサイルとかの補充をしていきましょうか。で、いよいよ平壌に向けての戦闘開始をしていきたい。いやー、これ韓国かなり押し込まれてるな。かなりの不安がありますけどね。あとは陸軍系のユニットじゃなくて、予備ユニットの中から F2A の多目的機器が修理が終われば再配備していきたいですね。いや、まだ残り108日もかかるのか。 F2A1 個作るだけで結構時間かかりますね。あとはここに陸軍の補給拠点も作っちゃうっていうのがいいかな。軍事施設としては何がいいんだろう。エアロスペースはこれ駐機場ですよね。これも同じだよね。陸軍系でいうとランドファブリケーション、これかな。いや、これはでも工場だよね。今欲しいのは基地なんで、ミサイル工場でしょ。これミサイルのコントロールセンター、これ海軍基地ですよね。レーダーだよね。海軍基地、サプライデポを作ったんで、そうなるとランダムアプリケーションでいいのかな。なんか普通の工場になっちゃいますけどね。治るのかな本当にっていうちょっとした疑問。都市建設じゃないからな、今欲しいのは軍事施設が欲しいんですよね。
物資、まあ、倉庫みたいなもんですよね、バラックは。なんだろうな、フォーティフィケーション、ランドファブリケーション作ったし、ミリタリーコンプレックスをもう一個作る意味もないしね。ちょっとこれで一旦様子見しますか。そもそも作られないことには始まらないですからね。どうせまだまだ作られないですよね。あ、ランドファブリケーション作ったらバラックも自動で構成されるな。なるほど、これはよくわかりましたね。いや、中国軍との戦いの方が気になってしょうがないな。頑張っているの？中国軍に対して韓国軍は。中国につくのか韓国につくのかっていうのはちょっと難しいですよね。それではヒューガにヘリをもう何個か乗せていきましょうか。まあ、そう簡単に平壌攻める勇気ないからな。ここまでの優勢がね、一気に覆る可能性すらあるんで。まあ、それなりにやっぱり戦力も揃ってますしね。ここはやっぱり韓国と中国が和平を結んでくれるのが一番いいんだけど。でも、まあ、盛り返してはいるよね、韓国軍もしっかり。
なんかうまく入らないな。このヘリはもうじゃあ基地に入れちゃおう。で、こいつはどこに行こうとしてる？石狩に行こうとしている。なぜだ？石狩なんぞに行かなくていい。ここにいて、来たる平壌攻撃のために備えてもらいましょう。韓国軍は陸軍が強そうですね、こうやって見てると。アメリカからの技術供与とかあるのかもしれないですけど、まあどうしてもこの日向は石狩に向かいたいみたいなんで、もう止めはしない、行ってもらいましょう。で、 GDP は3万を回復しましたね、ようやっと。とはいえな、デポが完成するのも時間かかるしね。まずはじゃあ展開しちゃいましょう、ユニットね。そろそろ回復してるでしょう。予備化修理に送っていた戦闘機群、これを、はいはい、完全回復はしてないけど、まあそれでもだいぶ回復はしてるね。国連が軍事アドバイザーを我が国に提供。我が軍の士気と戦闘効率が上昇する。これは嬉しいな。平壌を攻略しろっていうね、国連の後押しがあったようなもんですからね。さあ、だいぶ戦力は充実してきてるけど、ちょっと輸送機を飛ばして哨戒活動でもさせる。やっぱりここに対してね、一大攻撃を仕掛けたいんで、そうなるとミサイル艦だな。ミサイル攻撃ができるギリギリの場所をちょっと探っていきましょう。ミサイルぶっ放してるね、今ガンガンに。動きは大体分かりましたね。なので今の動きを見る限りだと、結構攻撃力があるのがやっぱりミサイルだな。なのでミサイル系のユニットを動かそう。対戦車とかっていうよりかはミサイルだな。ミサイル、ミサイルが搭載できる部隊をガンガン動かそう。
あ、結構距離ありますね。結構距離あるところからも打てるのが分かるんで、これを見ても分かった通り、ミサイル系のユニットを全部集めようではないかと。いや、これは結構使えるぞ。うまくすれば海上輸送で集めよう部隊を。支持率もまあほぼ横ばいですね。下降傾向であると言ってるけど、ほぼ横ばい、まあ、問題ない範囲かなっていう感じですね。あとは空軍系のユニットでミサイルが積めるヘリがいるかどうかだな。一応ミサイル積めるは積めるね。ミサイルは自動転送モードにしてあるんで、こっちで、ね、ミサイルをいちいち補給しなくていいっていうのは、まあ多少たりともオペレーションを楽にはしてくれてます。それにしてもね、戦闘機が100日以上かかるんで揃うのが、まあ頑張ってはいるけどな韓国軍も。こうやってみるとね、韓国軍は今中国と北朝鮮両方と戦ってますけど、互角以上に戦ってますよね。さらに内部には戦力温存してる感じありますからね。はい、ではちょっとね、今回動きがあまりなかったんですけども、もう少し戦力整えていきましょう。特に海上戦力はだいぶ充実してきているので、海上戦力を持ってまずここ南方を攻略するっていうのもありかなという気はします。この平州からね、部隊を飛ばしていって一気に平壌を攻略するっていうのが一番手取り早いかなとは思いますんで。はい、というわけで今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。